昨日で終わりました。一週間何にもせずに。飯を食いながら、テレビ見ちゃって。朝になると、ポンポン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 と言ってから、分かるか分かった。記憶見ちゃったりして。でも、昨日で終わりましたよね。今日から秋の旅が今日から始まり、初日ちょうどあのテルキーが富谷さん今日空いてないかなというので、いつもはこれテルキーがここで第一水曜日のレギュラーでお友達でしょう。今日僕はピンチヒッター、素敵な女性を連れてまいりました。楽しみ。とりあえず夏をちょっと忍びながら、また来年の夏を、あの人は言いました。金色の裸、麦の黒い穂、道草、セミしぐれ、あの夏の日、あれは幻。柄杓の形、あの七つ星。指さし、あの人と見ています。月明かり涼しい、うちは風、蛍の光、幕は海、あの夏の日、あれは幻。麦わら帽子。
塩からトンボゴロゴロ様アマガエル あの夏の日あれは幻あの夏の日あれは急ぎ足の夕日を見かけ
雨上がりの街はもうすぐそこさ。しまい込んでたあの日の夢、乾いた風にさらそうぜ。どこまでも続いてる出口のない道、明日への扉探し開ければ光輝く虹がかかるさ。Listen on the sunshine、 日の光浴びて歌うまるぜ。 Listen on the sunshine、 君の心に届く。その時にずっと流れてるその風
じが直ちゃん、そんな2人のスタートです。風のテラスというのを聞いています。ダダダダダす言葉、マニキュアに笑顔、風のしおりが降りてくる。気まぐれ一日、遊び疲れたら、思い出のんびり。おとぎ色ぼんやり見下ろす水辺の光、さえずり聞きながら、うたた寝を風のテラスへおいでよ。ほのかな香り、夢になるまで、この風の中は。
や本当ね、こうやって2人でライブというのはもう5年くらいやってないじゃないですか。かもしれませんね。まあてるてる家族はね、たまにこうなんかイベントとかでやったり、こうイベントで、あちょっとなおじゃ一曲なんかお願いするよとか、レコーディングとかは来てもらってるんですけど、こうやってライブって何でやるっていうのはものすごい久しぶりでして、なんかね、なおちゃんと割とこう、あの頃豊橋で食べライブというのを結構その頃自分で PA 作ってですね、なおちゃんにいろいろ引きずり回して、いろんな喫茶店とかでやりましたね。ね、もうね、いろいろね、そんな旅をしてて、面白いんですけど、なおちゃんと一緒にこうライブするときに、もちろんこのクロマチックハムジがあって後でちょっとなんか説明してください。これにはよくわかりません。でもやっぱハーモニカ、最初に奈緒ちゃんのハーモニカ聴いたときに、あ、こういうハーモニカでなんかね、こう、割とこう、なんていうか、唱歌、学校公演とかになんかやってる、すごくなんかよくね、ちょっとなんか秋のそんな唱歌を一緒にちょっとやってみます。Melody 胸に
と涙いつも一緒にステップンスキーちいちゃんになっても夢追いかけようぜ僕がつまびくギターのステップ待ち遠しいなだから今日もきっと明日も二人でステップ and skip 先をくれどうもありがとう。君と出会い知らぬうちにも離れられないささやかにせっせい笑い柔らかな日差し浴びてる今明日はお天気だから水辺のほとりまで歩いてみようよ途中で喉が渇いたらコンビニでミルクでも買って飲もう命は巡ると思ったね いつの日か年取ったけど出会えたのは奇跡のようだねまだ元気な僕らには素敵な冒険が待ってる明日はお休みだから水辺のほとりまで歩いてみようよ途中でちょいと疲れたら森の木陰でのんびりお昼寝さ
だね。二度と帰らぬ時の悲しさに命は巡るときっと会えるともう一度会えると思ったね。Thank you.
がとうございます。素晴らしい。じゃあ一部は最後の曲にしたいと思います。実はあの次の曲をレコーディングするときに、なおちゃんにハーモニカ持ってこないでもいいよ。え、何するんですか。来た。ぴったりの歌詞がありました。それはあの大阪の徳田健という、まあ、共通した友達がいて、そのおっさんと合作した豊橋自然の歌。そこに乗ってくるサボタバナ女子が乗ってくるわけです。なんだか年齢がわからない方がいいだろう。音にはキャッってなったり、そんなノーゴー、そんな役にぴったりな習いだろうとフィーチャーして、一部最後の曲は豊橋ストリートカでも明石だからみんなやめちゃうんだけど、私はまだ明石だけど明石だけど走っとるからね。走っとるでのん。わっとでっかい。
カさんをみんな乗せて太陽橋ストリートか寝転がら吐いてくれ変わらぬ夢のせ走ってる太陽橋ストリートか熊塩中もお楽しみに。